よどんよどんよどん。開けたんしてない。電波がね、微妙だからね。これなら近づけるかな。奈良公園行ってないよ。行けてる？上行けるかな。電波入るのかな。上は電波入るんだ、だね。これほら、細道。ほら、これ真下がトンネル。ここはなぜか電波入る。 AU もここ電波入ってんのかな。あれ、ダメか。鹿せんべい食べてないよ。これが真下が、ほら、あんまり近づくと危ないけど、これが下入り口。ここは電波来てるんだ、なぜか。ギリギリだよね。誰も聞こえないよ。落ちそうで怖い。よし、上からバケタンする。それとも下に降りてやるか。 手前で。落ちない落ちない。地元からかかりましたよ、かなり。よし、奈良来てる。よいしょ、怖いね。よいしょ、よいしょ。怖いね。この辺りに来るともうダメか。この辺りでバケタンしてみるか。この辺りはいけるか。まだいけるか。関西気に入りました。もう関西楽しい。関西に越したいな。怖いよね。この辺りでいきなりバケタンしてみるか。ちょっとバケタンの準備するから待っててね。音量をさ、マックスにしないとさ。それから茶漬けの音量もマックスにしておかないとダメなんですよね。トンネル抜けたらお地蔵様あり。トンネル抜けるか、原付で。バケタンバケタン、これか。コメント止まった。コメント止まってる。はい、エクセルさん、ならばで現茶だよ。ゆうちゃん来た。ゆうちゃん、わかんない。じゃあバケタンしてみるね。ちょっと待っててね。よし、来た。よし、幽霊探知機もうちょい近く。いや、もうこれ以上行くとね、電波がね入らないから。いや、遠くだけど、ここからしてみるよ。もうこれがギリギリだよ、電波ギリギリ。朝に近くの、なんて読むのこれ、赤部隊、朝田コパー。これ iPhone のアプリです。これ幽霊探知機でして、あの iPhone のアプリになります。幽霊探知機ゴーストレーダーです。幽霊探知いきます。パティ、じゃあ向けて、あ、ちょうどこれ合わせて中央部行
きます。ポティッ。あ、問題全然大丈夫、大丈夫だね。でもここ有名なんでしょう。ここ赤コイ、赤コイ、赤、違う、あ、青でした、緑かな。それなりにここ有、なんか有名らしいですね、ここね、このろくろトンネル。ちょ待てよって、旧ろくろトンネル、旧だよね、これ旧ろくろトンネルでいいんだよね。旧ろくろトンネル、昔から奈良でも有数の心霊スポットとして有名な、旧ろくろ、ろくろトンネル、旧ろくろトンネル、桜井市と吉野町を結ぶ細い峠道の途中にある別名タイムトンネル。以前真夜中にここを通った時、運転手だった友達に霊がついてきてしまい大変なことになりました。それ以来避けてきたの、それ以来避けてきたこのスポットですが、今回は自力で頑張ってきました。動かせない石碑、あ、これはまた別の場所かね。心霊スポットなんて死んでいません。確かにそういう意見もある。変わった名前だよね。あ、小手編ありがとうございます。小川、そうそうそう、お盆で霊帰ったのかな。ちゅちち、カビ臭かったら可能性ある。ほほほほほ、あ、吉野高校なんだ、熊野、熊門さん。別名タイムトンネルなんだって、ここ。普通のトンネルな、の普通のトンネルに見えるけどね、またね、たかがトンネルされどトンネルなんだろうね、きっとね。私も霊見えないから普通のトンネルに見えるんだけど、また人によって見方が違うんだろうね。有名らしい、別名タイムトンネル。普通のトンネルにしか見えないんだけどね。吉野高校？気配ない？車来ないね。あ、30年ほど前にトンネル中央部に天井くんにくっつかぶら戦ってた。なんか電波、これギリギリここなんだよね。あ、ここから見るとない、ある人もいるしない人もいるしねえ。そう、マーティンさん、探知機、なぜ靴ねえ、ねえ、なんでトンネルに霊出るのかね。集まりやすいのかな。30年ほど前にトンネルの中央の天井に靴がぶら下がってた。なんだろう、吉野入ったらもっと電波悪くなるから。あ、そうですか、まだこれでマシな方か。人気ないね、向こうから大名寄りつきたらガチだね。そう、原付でなら来たよ。消死体、そうなの、ここ消死体。はい、和子です。387番さん、ありがとうございます。こんばんは。わ、一応な、特には気配感じないんだけど、トンネルの向こうの側の方がさらに電波悪いみたいよ。しかし本当に車通らないね、ここね。それなりのそれなりのトンネルなんだけどね、ここね。今日、また別の場所に移動する。車来ないね、線香は寄ってくる。ああ、そう聞くね、確かに。ああ、人気のなんだ、旧だから、あ、新しいのあるからか。あ、みんな使うのね、そ、あの新しい方、それでね。ああ、今振動、そうなるよね、うん、そりゃそうよね。人家は遠くない、私は車へ通ろうか。誰かいますか。誰もいないでしょ。今から金子分団さんが来るから。